スタートエンターテインメントが本格始動した4月10日、嵐の相葉正樹、41、松本潤40、二宮和成40、大野悟史、43、桜井翔、42は、株式会社嵐を設立したことを連名で発表。画像、らしいえ、宮古島、オーナー、バーに飾られる、大野悟史タッチ、ダイナミックな辰の落とし声、 11月3日にはデビュー25周年の記念日を迎えることもあり、今年は難しそうだが来春には復活コンサートが開催されるのではという話が浮上し、複数のメディアでも報じられている。グループに今年の動きがなければ、もうしばらくはソロでの活動、個人事務所をベースとした活動が中心になっていきそうだ。株式会社嵐の設立もそうですが、大野さんが4月25日発売の 女性セブン小学館の直撃取材に応じ、様々喋ってくれたことも大きな話題を呼んでいますよね。ワイドショー関係者女性セブンの直撃取材に応うのは、グループの再稼働への明言は避けつつも、それほど深刻じゃない感じでみんなで話し合っていくと思います。と希望を持たせてくれるようなコメントをしたほか、5人で話し合って株式会社嵐を設立したことなどを明かした。しかし、 その口ぶりからもやはり、すぐに嵐の再稼働はなさそうだということも伝わってきます。来春コンサートを開催するにしても、あと1年ほどはメンバーはそれぞれ個人での活動に専念することになりそう。個人での活動については、独立した二宮さん以外のメンバーはそれぞれの個人事務所経由でスタート者とエージェント契約を結んでいると見られています。全道二宮はジャニー喜多川氏。 去年87の課外問題を受け、2023年10月に旧ジャニーズ事務所から独立。個人事務所、オフィスにのを設立して再スタートを切った。オフィスにのの設立は昨年10月30日。代表取締役にはスポーツジャーナリスト増田明美さん、59の夫、A 氏がついていて、本店住所も A 氏のオフィスと同じです。二宮さんの場合、 ジャニー氏の件があっての独立ですから他のメンバーと事情が違いますが、実は二宮さん以外のメンバーも2019年から2020年にかけて似たようなタイミングで個人事務所を設立しているんです。これは活動休止後を見据えての動きだったのではないでしょうか。そして個人事務所からはメンバーそれぞれのらしさも伝わってくるんです、どうからの信頼が厚かったから実現したと見られています。 そして個人事務所の目的欄には、俳優、歌手及び芸能タレントの育成及びマネジメント、とあり、嵐のプロデューサー、後輩グループのコンサートの演出なども手掛ける松本さんらしいですよね。さらに注目すべきは発行済み株式総数と資本金です。発行済み株式総数は999株、資本金は99万円。 これは松本さんが2016年に主演、大ヒットし、2018年には続編が放送され、2021年12月には劇場版も公開された TBS ドラマ、99.9刑事専門弁護士にちなんだものでしょう。どう、有価証券の保有、運用、投資及び売買、桜井賞らしい個人事務所。桜井は2019年6月27日に、株式会社 U、 を設立しており代表取締役と取締役の欄には母親と見られる名前があるという。ラップ担当の桜井さんらしく、大きなことをぶち上げるような社名です。目的欄には、所属アーティストの出演のためのマネジメント業務といった芸能事務所らしいものだけではなく、有価証券の保有、運用、投資および売買というものもある。 これは他のメンバーの個人事務所には見られない項目です。慶応大学卒でニュースゼロ、日本テレビ系でキャスターを務めるインテリな桜井さんらしいですよね。計画的に株をはじめ様々な投資もしていてしっかりと蓄えていそうな感じですよね。前室のワイドショー関係者、桜井の個人事務所設立に先駆けること約2週間前、相葉は2019年6月11日に 株式会社一を設立している。相葉さんの名前を連想させる社名です。しかし、それ以外は芸能人の個人事務所としては至ってベーシックな項目ばかり。他のメンバーと比べて特徴的な感じでもない。ただ、それが老若男女問わず愛される相葉さんらしさといえばそうかもしれません。すでに嵐の5人は株式会社嵐。 経由でスタート者とエージェント契約を結んでいます。そして、現在のような個人活動の場合は、個人事務所経由でスタート者とエージェント契約を結んでいると見られています。少なくともあと1年は個人活動がメインになりそうですから、メンバーそれぞれの個人事務所は、さらに重要性が増していくことになりそうです。全道この1年は、個人活動が中心になりそうな嵐。株式会社嵐。 を中心に5人が揃って活動する日を期待するファンは多数いる。